編み地目を半分に折ります。手幅1つ分のところを折り上げます。房の根元をしっかり持ちます。今帯地目が4枚重なっている状態です。向こう側の余りを後ろから手前に持ってきて親指に巻きつけます。一周して後ろで人差し指で持ち替えます。親指中に通ってます。この状態でこの横向きのパーツからこの余りを押し上げます。今押し上げた部分の房側のところ近いところを持ってじわじわ締めていきます。この横向きのパーツのところにこの房を挟みます。はい、完成です。はい、ここまでいかがでしたでしょうか。今回はよく質問をいただく房がバラバラにならない、房が絡まない帯締めのしまい方をやってみました。もともと1本ずつ箱に入っているような帯締めはそのまま箱に収納されたらいいと思うんですけれども、普段使いの帯締めが増えてきたらどうしても房がくしゃっとなったりしますよね。そういう時にこのしまい方を思い出していただくといいんじゃないかと思っております。着物ルリーロでは対面レッスンとオンラインでの着付けレッスンも開講しております。興味がある方はぜひ概要欄からご覧ください。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価もお待ちしております。ではまた。